三ゆ森天神宮は、大阪市行野区にある神社。仁徳天皇、少なびこなの命、押し坂彦命を祀る、伊械の村の氏神である。三ゆ森天神宮のある地域は、古くから伊械屋と呼ばれ、伊加室と呼ばれる、古代の港があったことに由来する。伊加室は、日本初期、仁徳天皇14年の城に記され、伊械部と呼ばれる官職を務める者が住んでいた。 二階部は朝廷への貢ぎ物として、豚を飼育する役を司っていた。また付近は、九だら屋と呼ばれ、九だらからの来人が多く住んでいた。水鳥が集まる、継承地であったとも伝えられている。伝承によれば、仁徳天皇が、高狩りや来人の様子を見分するみゆきに際して、たびたびこの地の森で休憩したことから、みゆきの森と呼ばれるようになったとされる。 仁徳天皇崩御の後の半世天皇二年、天皇の神霊を祀る者が混流され、三雪の祠や、三雪宮と称されたと伝えられている。歌小三年頃、薬病が流行したために、東宮の社僧大蔵院行行行が、京都五条天神社に賛同し、同社の祭神である、少なびこなの命のご神霊を勘定したところ、薬病が治まったという。 この頃から天皇天神社とも天神宮とも呼ばれるようになる。玉造清水谷付近に押坂彦命を奉仕する、八代があったが、大阪夏の陣の陛下によって消失した。それを遺憾した大阪城主の松平忠明が、東急に御神霊を奉線するように命じるとともに、旧平野川中洲の地三千歩と東明大一揆を寄進する。2006年には、 創始1600年祭を採業し、車源の屋根の吹き替えを行っている。境内はコリアタウンに接している。みゆきエビス神社。ありがとうございます。